ダミアン・ロバート・ネスタ・マーリーは、ジャマイカのレゲエ・ DJ。アダナあだ名は、ジュニア・モング。グラミー賞を3度受賞している。父は、レゲエ・ミュージシャンのボブ・マーリー。母は1976年度のミス・ワールドである、シンディ・ブレイクスピア。1978年、ダミアンは、ボブ・マーリーとシンディ・ブレイクスピアの子として生まれる。ボブはダミアンが2歳の時に死亡してしまったが、 父親によく似たダミアンは、ボブのニックネーム、タフゴングをもじった、ジュニアゴングというニックネームで呼ばれるようになった。彼は13歳の時から、兄のジギー、スティーブンら兄弟姉妹たちと音楽活動を開始する。しかし、彼は他の兄弟姉妹が選んだ、気楽演奏や歌ではなく、DJ の道を目指した。ダミアンは1996年にアルバム、 Mr. ターマーリーでデビューすると、2001年には、セカンド、ハーフウェイツリーを発表し、同作で2002年のグラミー賞、ベストレゲーアルバム部門を受賞した。2004年、彼の4人の兄と共に、世界27都市を回る、ボブ・マーリー・ルーツ・ロックレゲーフェスティバルツアーを行った。また同年には、サイプレス・ヒルのアルバム、ティルデス・ドゥ・アスパートに収録された、ガンジャ・バス。 スヌープドックのタブルーカーペットトリートメントに収録されたゲット、エーライト、さらにメソッドマンレッドマン、リリカル44にそれぞれ客演した。2005年に発表されたボビー・ブラウンやナズ、バニー・ウェーラーなど幅広い客演人を迎えたアルバムウェルカムツー・ジャンロックは翌2006年の第48回グラミー賞においてベストレゲーアルバム部門とベストアーバン。 オルタナティブパフォーマンス部門を受賞し、ダミアンはレゲエアーティストとしては初のグラミー賞2部門同時受賞者となった。同アルバムのタイトル曲、ウェルカムツージャンロックはゲームソフトザシムズにとフィファレイロックのサウンドトラックにも収録された。また同年にはモーガンヘリティチのフルサークルに収録されたガールズラウンドザワールドに客演した。2006年には スティーブン・マーリー、ザ・トラフィック・ジャムに客演し、アメリカのミュージシャン、ベン・ハーパーと全米ツアーを行った。2007年には、クウェン・ステファニーのアルバム、ザ・スウィート・エスケープに収録された、Now That You Got It、さらに、グルー、ジャス・マッテス4に収録された、スタンダップに客演した。また、フィラデルフィアで行われたバンヘイレンの再結成コンサートの前座を務めた。 2008年には、マライア・キャリーのアルバム、EE コール MC に収録された、クルーズ・コントロールに参加した。また、同年発表された、シングル、ミッションがジャマイカでヒットし、サムシング・フォーユーは、ゲームソフト、フィファ・レ級に収録された。2010年2月5日、ブラックエンターテインメントテレビジョンの配置、地震チャリティライブに参加し、謎とコラボレーションした。 ストロング・ウィル・コンティニューを歌った。2月23日と24日には、バンクーバーオリンピックでライブを行った。5月17日、ナズとのコラボレーションアルバム、ディスタント・リレイティブスを発表した。アルバムタイトルは、遠く離れた親戚という意味で、ダミアンとナズ、レゲート・ヒップホップ、そしてアフリカ大陸に先祖を持つすべての人々のことを表している。2011年には、 ミック・ジャガー、デイブ・スチュアート、ジョス・ストーン、AR ・ラフマーンとの5人組のスーパーグループである、スーパーヘビーを結成した。2011年9月には、ファーストアルバム、スーパーヘビーを発表した。ダミアンは父方に10人、母方に2人、合計12人の兄弟姉妹がいる。また彼はラスタファリアンであり、ワン・ラブ、ワン・プラネット、アンド・フリーダム・フォー・オール・ネーションズを信条としている。 アメリカ合衆国マイアミとジャマイカキングストン双方に家があり、それぞれを行き来する生活を送っている。キーナー、ロブ・エマッシュ、アップ・オン・ビハーフ・オブ・マザー・アフリカ2010年5月11日、2010年6月18日、閲覧。ライ・イー・デビッド、ブリティッシュヒット・シングルスアルバムス、ロンドン。 ギネス・ワールド・レコーズ・リミテッド、p－ 三百五十、isbn－ 一から九十万四千九百九十四から十から五。ありがとうございます。